い、お待たせしました、陣内です。バッドブラッド続きをプレイしていきたいと思います。残る標的はあのゴリマッチョただ一人。作戦はどうだろう、裏から入ってやつをハウリングさせて、あ、倒さなくてもいいな、これもしかして。これでいい、よし、ドスだから排除しようぜ。こいつはね、基本グレネードランチャーじゃないとダメなんだけど、テイクダウンできるぞ、テイクダウン。よし、テイクダウンした。ちょっと待って、汗で手がすぐなかなか手に汗握る展開だったからね。よし、あそこをハッキングすればいいんだな。なんかやばそうだぜ。ん？あ、どうも嫌な感じだ。何を企んでる？今のネズミのマーク、これ全部ディスプレイか、もしかして。なんかやばそうだな。嫌な感じだ。特に何か反応するわけでもなく、お、くそか、ここから出ないと。超低周波で混乱させよう。やばいやばい、それに参りまし、早く停止しないと。なんだこれ、あ、低周波とかですげえ不快な感じになってるわけな。よいしょ、こっち側にも一人、寝てろ。やばい、よいしょ。さて、やばいな、グワングワンしてる。 OK、 やっぱり罠だったか。ハッキング、待ってろ、信号が近い。いきなりドアが開いたぞ装備できない、あの矢印いかにも怪しいんだが。迷路、ああ簡単にはいかなそうだ。行き先を指示してくれ。迷路になってるな。ああ、なるほどね、トビアスを案内していくスタイルか。なるほど、ここが目標地点。うわマジか。まずは敵をマーキング。 OK、 大体の敵はマーキングできただろうから、よし、移動しろ。これはこれでなかなか面白い。よし、行け。まだ行け。いいぞ、行け。ゴー。奴が邪魔だから注意を引いて。行け、目立つなよ。よし、とりあえずここまで来い。急げ。あいつが厄介か。なんかサイレンを思い出すなサイレンのあの屍が、死人がどういうルートでどう動いてるのかをなんか観察して把握してから動く感じね今だ、行け。移動しろ、急げ。よし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 、ナイスナイスナイス。ね、大体わかった。さ
作戦はこうだ。こいつがこっちに行くについて、まずトビアスをここら辺に待機させる。そしたら注意を引いて、あいつの視線をそらして、トビアスをここに隠す。やつがこっちに来たら、今だ、トビアスを待機させて、で、注意を引く。今だ、移動させる。ああ、失敗した。これ鬼むずいぞ。鬼むずいぞ。いいぞ、行け。行け、目立つなよ。移動しろ。オーケー、いいんじゃない、いいんじゃないか。抜けた。代わりにドアを頼む。了解。近づいてるか。あちこちに変更はあるが、建物はまだ見取り図と一致する。もう中央の部屋に近いはずだ。よし、そこで合流しよう。オーケー、こっからはショータイムだ。おお、びっくりした。マジで今めっちゃびっくりした。よし、全員排除したな。ああ、これで終わりだ。迷路は終わった。制御室に入る方法を探せ。よし、なんだあれ、カメラか。俺を家で見ている諸君、今こそ投票の時間だ。このレイモンドに自由はふさわしいか。春を生かしておきたいものはカメラを切れ。最後を見届けたいならそのまま見続けろ。こんなことしたら俺が何年も苦しんできた罪の意識にお前たちも苛まれる。あんなことをして申し訳なかった。謝るよ。このバカのせいでまた巻き込んでしまった。お前らまであんな苦しみを絶対に味わうな。答えは出たようだな。じゃあなレイ、バイバイ、さよなら、アリオン。携帯を。携帯を出すんだ。オッケー、ハッキング、やばい。あ、これさ、どうなの、こうやってアンロックできるんだけど。こんなとこにいるのね。Thank you.
レイモンド、早く戻ってこい。レイ、レイ気がついたな大丈夫か。一瞬死んでるかと思ったぞ。呼吸もしてるかわからなかったから。でも救急車呼んだりしたらお前怒り出しちまいそうだしな。トビアス、なんだ俺は大丈夫だ。なんでそんなにニタニタしてやがる。お前もあのガスのせいでイカれたんだろう。フルは。そうかもな。なあレイ、考えたんだ。俺はまだシカゴを離れたいと思ってるのかな。俺の人生にそれ以上の望みはないさ。そうか。だがもし この辺りをぶらついて、まあ例えばなんだが、ブルームの弱点を探ろうと言ったら手伝うか。そんなのもちのロンだぜ昔のチームの再結成だ。まあ一人足りないが。ああ、まあそれは大丈夫だ。一人心当たりがある。エイデン・ピアスだ。お前本気か。やつはメンタルに問題ありだぞ。初対面の時やつは特殊警棒で挨拶しやがったまああいつならやりそうなことだななんだ、何が面白い。いや面白くないぞ。きっとガスのせいだ。おお、終わりか。それなんだ。ウェットザンベジって呼ばれてるらしい。買ってやったビールは。あれは吐き出した。ひどい匂いで。ビールみたいな匂いだろ。でもこれはフルーツの匂いだ。うわ、味は全然フルーツじゃない。クソまずい待てよ。来た。後味はフルーツっぽいぞ。ただのジュースでいいかもお前は救いがねえな、フルは。お前の番だ。なんだ。クインキーズダブルドッグドーナツコンボだぞ。いらん。試してみろよ。一口食べればこのチェーンが大成功してる理由がわかる。ああ、そりゃその特別なソースに添加物が大量に入ってるからだろ。違う。実は俺もそう思っていたが、入っているのはマヨネーズとレリッシュだ。なあ、こっちも酒に付き合ったろ。その妙なトロピカルドリンクは酒じゃねえ。カウントするな。レイ、このバーガーを口に押し込んでやろうか。やめろ。試せよ。いやだ。一口だけ。食えんだ、レイ。ぶっ放すぞ。やめろ。心配するな。食え。なんでこんなもんな。悪くないだろう。まいったな。うまいよ。はい、ということで終わりかな。いや、すげえいい終わり方でしたね。かなり気持ちよくて後味いい感じの後味だけにじゃないけどいや、バッドブラッドすごい面白かったですね。結構難しかったんですけどね、いろいろ銃撃戦も多めで。でも全体的にすごい出来が良くていい追加コンテンツだったと思います。で、オンラインとかを遊んだりもしたんですけど、オンラインでもね、 T-Bone を自分は操作してプレイできるので、そこら辺もなかなか胸熱な人もいるんじゃないかなと思います。これ追加キャラクターとかでクララとか他のね
デフォルトとかをそのオンライン用にさ使えたらすごくいいんじゃないかなってなんとなく思ったりはしますけど、その辺はどうなんでしょうかね。ならないですかね。あの普通に衣装みたいな感じでキャラクターを変えられたら、まあクリア後の得点みたいな感じでね、そういうのがあったらすごくいいなと思うんですけど、なんとかならないですかね。ということで、バッドブラッド以上で終わりなのかな。すごい面白かったのでぜひ皆さん、ウォッチドックスを買ってね、面白かったけど、まだバッドブラッド遊んでないよっていう人がいたら、購入もね検討してみていいんじゃないでしょうか。2000円ぐらいで買えると思うんで、シーズンパスにすると、他のなんか衣装とかいろいろ物々がついて2500円くらいなので、まあシーズンパスを買ってしまってもいいと思います。非常に面白かった。最後ね、エイデン・ピアースの下りもすごく良かったね。なかなか胸熱な感じで、ということでここら辺で終わりたいと思います。ということで今までご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。